山下 AI は韓国女性学の研究者。文教大学文学部教授。旧名は蔡イ AI。元邸大教。内縁の夫は慰安婦問題で有名な戸塚、越郎弁護士。朝鮮総連ね元幹部である父と日本人の母の間に東京都で生まれたハーフ。初級学校の6年間、解禁賞を受賞。父親が総連から離脱したため。 中学から公立学校に通う。1982年3月、多摩美術大学美術学部絵画が油絵専攻。1984年3月、津田塾大学学芸学部国際関係学科を卒業。1987年3月、同大学大学院前期課程終了後、1988年に理科女子大学校に留学し、 そこで、帝大教の初代代表のインタダシダ玉と出会い、1990年、ロタイグ大統領法日時に帝身体に関する声明を出したことをきっかけに、帝大教へ加わり、研究班の一人となった。1992年1月、東大学校大学院女性学科修士、1996年1月、東大学校大学院女性学科博士を修了。 1994年8月から並行し、東国大学校文化学部日語日文化外国人、翔平教授を1998年2月まで担当。1998年3月から2000年3月31日、ワシントン大学の客員研究員、2000年4月から、立命館大学国際関係学部、産業社会学部、法学部、 文学部の非常勤講師を務め、2009年9月10日、国際関係学博士取得。2014年4月、文京大学文学部教授に就任。ありがとうございます。